ティガーズ、星に、おしゃれ映画を作りたかった感じや頑張っている感覚はあるがいまいちパッとしない映画。ハムナクトラのイケメンがデブでハゲ散らかしたおっさんになったり、ワイルドスピードの主人公が、おバカな KKK の構成員していたり、ロードオブザリングがおサイコパスしていたりと役者は豪華。いろいろなオムニバスを詰め込んで最後に全部が繋がるみたいな映画はアメリカ映画では王道を行く一ジャンルであるので、一部のアメリカ人はこういう感じの映画が好きなのね、とかの触りを理解するのには最適。面白かった部分はハムナクトラが最後に田舎町の工業で大成功したら、ほぼ全員が手のひらを返すキャッシュなところと、おバカな KKK の構成員がなんで KKK は黒人を嫌うんだ？俺の友人の黒人のポールとカードしてて KKK の会合の時にそいつにごめん、これから会合があるんだ、っていう時の後ろ髪引かれる思いと、ポールがいいんだ、わかっているよって送ってくれる時のあの気持ちは何なんだ？それのよ、俺の大好きなコメディアンの〇〇はユダヤ人だけどよ、俺はその〇〇も嫌わなきゃならないのか？といったおバカキャラゆえに KKK の思想の矛盾を指摘するシーンと、俺だってわからねえよ俺が KKK の会合に出ているのはよ、まあさおばさんの作るソーセージが最高に美味しいからだ、といった、ああそれならしゃあないな、だってあのソーセージは絶品だからな、といった部分や、サイコパスに長時間洗脳された人族のメスが自分を助けに来た主人を刺し殺すシーンが人族のシニカルさを表現してて面白かったです。